セーター植物の典型とされる、綿毛頭レンセーター植物とは、特徴的な盲状突起に覆われている種を指す日本語。大幅に低い気温や湿度といった植物にとって、厳しい環境における生存戦略として、進化の過程で大量の盲状突起を発達させ、外観がセーターを思わせる形態となった寒冷地に生息する植物の一部を指す。寒冷地に生息する、 植物域の世界の保温及び太陽エネルギー吸収に寄与するものと考えられる。鉱山では低温によって植物の生育が制限されやすい。また花粉媒介を昆虫に頼る場合、昆虫の活動も低温による制約を受ける。これらを補う方法として植物体表面に蜜毛や蝶毛を多量に生じ、植物体表面を覆うのがセーター植物である。 これには保温の効果とともに、夏器の生育期に太陽エネルギーを吸収して、開花の促進を図るものとされる。他方で、これが花粉媒介を行う昆虫を誘う装置であるとの見方もある。鉱山の天候は変わりやすく、急に風が強まったり、突然雨が降ったりするので、綿毛に包まれた空間が避難所となるとの見方である。典型的なものは、 ワタゲトウヒレンサースレアコシッパファーに見られる。なお、同様な効果があるとされる高山植物の適応に温室植物がある。こちらは葉や葉,葉,葉が広がって果樹などを覆うもので、トウヒレン属ではボンボリトウヒレン S をーバレイタがこのタイプに属する。ワタゲトウヒレン、図版、ワタゲトウヒレンはヒマラヤとチベットの特産種で鉱山体以上のア標節体に生育する。 高さ20センチメートルほどの植物だが、葉の表面から生えた白い毛が、植物全体を覆い、全体として、球形の毛と玉のようになる。その姿から、英名は、スノーボールである。その内部には直立した家系と、その先端に上向きに咲く、頭花がある。綿毛はそれらすべてを覆うが、頭花の上には綿毛に包まれた空間があり、その真上に当たる部分に、 直径5ミリメートルほどの穴が開いている。小型の鉢やハエはこの穴を通り抜けて出入りすることができる。内部の空間は日中には摂氏20度以上になり、これは外気温より重摂氏15度も高い。侵入した昆虫は頭鼻の上を歩き回り、十分に預かることになる。頭皮連類でセーター植物となるものはヒマラヤに多く、さらにチベットから、 中国の雲南省や四川省、混ン,ン山脈からも知られる。セーターの程度も様々で、ヒマラヤとチベットに産する S グラミニホーリアでは、茎の上部の葉だけに長毛を生じ、やはり花の上に毛に包まれた空間を形成する。だが、ヒマラヤの S シンプソニアナでは、開花時に頭花がセーターから露出する。この場合、十分とセーターの効果を結びつけて考えることが、 難しい。なお、温室植物は、複数のトガにまたがってその例が見られるが、セーター植物と呼ばれるのは、頭皮伝類に限られ、毛深い植物は他にもあるものの、この名では呼ばれないようである。また、セーター植物も、温室植物も、ヒマラヤとその周辺地域にのみ見られる。土田、p 百二十九カ影 p 十四ミ影 p 十五この章は主に、ミ影 P14 土田 P228 三陰 P14 朝日百科ではこの言葉は頭皮連累とだけ関係づけられているありがとうございます